すごいです。15分で5000万円稼いだ女優。え、去年3番目に稼いだハリウッド女優でおなじみのクリステン・スチュワートが彼女のファンだという中東の王子と15分間会話をするだけで5000万円稼いだことが明らかとなりました。ハンマープライスみたいな。セッティングしたのは映画プロデューサーのハーベイ・ワインスタインさん、交渉の結果王子は5000万円を現金で前渡しすることを承諾し、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンでクリステンと15分間会話を楽しんだそうです。ちなみにこのお金は全額ハリケーン・サンディの被災者救済基金に寄付されました。あ、まあそれ使い道はいいわね。こうしょうもないことでお金稼いでそれ寄付するんだったら、どういうことなんだ。すげえな。まずクリステン・スチュワートを知らねえけどよ。なんで出てんのかよ。なんだかんだ。見たことないですよ、ね。知らねえなこの女な。ちょっと写真載ってますけども。美人ね。見方。知らねえなこの女。最低の言い方だけど。知らないけど相当稼いでるけど。アメリカドラマとかなんですかね。そうかもな。15分間会話するだけで5000万ってさ、よく俺らみたいなおじさんがさ、綾瀬はるかと一晩ともするんだっていくら払うみたいな話の現実版だもんな。そうですね。それ15分間で5000万。綾瀬はるかでも15分間会話を5000万とする会話って何なんですかね。いやもうほんどいたのかな。多分こんな下品なことしといて紳士的なことで言うんだと思うよ。ああなるほど。今日は君に会えて本当に嬉しいよ。もじもじしちゃって大丈夫ですか、もう時間あれですけれどもみたいな。え、じゃあ最後ちょっとおっぱいだけ見せてもらえる。俺だったら言っちゃうな。でも5000万ですからね。触らせてくれるじゃないですか5000万。いやそれは無理だろう。それだったらもっとクリステン・スチュワートもっとよこせってなるだろう。まあ、5000万ならまあ15分会話ねっていうことでしょう。どっちもすげえな。そうですね。できるこれ。